This is CGTN, China Global Television Network. こんばんは。3月31日水曜日のニュースをお伝えします。今日お伝えするニュースはご覧の通りです。習近平国家主席は29日北京で開かれた黒社会悪勢力撲滅キャンペーンの表彰式に出席しました。表彰式では黒社会悪勢力の撲滅で優れた功績を挙げた個人や団体が表彰されました。習主席は功労者たちと会見し、彼らに心からお祝いの意を伝えました。郭正昆中央政法委員会書記は発言の中で、違法活動や黒社会などの悪勢力の取り締まりを引き続き推進し、平安な中国の構築に一層力を入れるよう呼びかけました。中国では2018年から黒社会などの悪勢力撲滅キャンペーンが展開され、3年間にわたって3600以上の犯罪団体を取り締まっています。第13期全国人民代表大会常務委員会第27回会議の閉会式が30日に北京で行われ、修正後の香港特別行政区基本法附属文書が採択されました。会議では修正後の中華人民共和国香港特別行政区基本法附属文書1、香港特別行政区行政長官の選出方法と中華人民共和国香港特別行政区基本法附属文書2、香港特別行政区立法会の選出方法と評決プロセスが全会一致で可決されました。習近平国家主席は第75号主席令と第76号主席令を交付し、2つの文書を発表しました。この文書の内容は31日から施行されます。3月28日はチベット100万農奴解放記念日です。チベットの各民族の人々はこのほどさまざまなイベントを行って62周年になる記念日を祝いました。1000人以上のラサ市民は28日ポタラ宮広場に集まり、歌や踊りでさまざまな祝賀イベントを行いました。奴隷制度撤廃に関する中国唯一の記念館であるチベット100万農奴解放記念館が28日に正式にオープンしました。2700平方メートルに及ぶ展示室には歴史文献資料、文化財、写真、芸術作品800点以上が展示され、中国共産党がチベット各民族人民を率いて民主改革を行い100万農奴を解放させた歴史が詳しく紹介されています。北京初となる北京共和病院のインターネット病院がこのほど正式にオープンしました。1921年に設立された総合病院北京共和病院のインターネット病院が審査に合格し、北京市で初めて認可を受けたインターネット病院となりました。心血管内科、内分泌内科、皮膚科などを含む19の部門が開設され、一般患者や慢性病患者に最新のサービスを提供するほか、病院の診療記録の閲覧やオンライン問診、検査、処方箋作成などの機能をサポートします。先週末、新型コロナウイルスワクチンの接種人数が1億人を突破した中国では、引き続き今週も接種の普及範囲が拡大しています。上海ではコロナワクチンの接種を受ける市民の便宜を図るため、住宅団地やコミュニティに接種会場が設置され、接種作業は順調に進んでいます。上班族的话只能周六周日去打，那像现在可以在家门口就可以完成疫苗接种这件事情的话，对我们上班族来说方便很多。また60歳以上の高齢者向けの集団接種も行われ、専用バスを設けて高齢者たちを送迎しています。一方、北京市大興区では28日までの接種率は 80% に達しました。大興国際空港、産業基地、外来人口が密集する一部の重点エリアでは、
ワクチン接種の完全普及が実現しました。春の到来に伴い、ジャイアントパンダの繁殖シーズンがやってきました。北西部の陝西省では、2頭のオスのパンダがメスの気を引くために恋人争奪戦を繰り広げました。その貴重な映像がカメラに収められました。陝西省甘州市仏平県は、秦嶺山脈に暮らすジャイアントパンダの最もお気に入りの生息地です。春になると、ここでパンダの恋人争奪戦がよく繰り広げられます。2頭のオスのパンダが激しく揉み合っています。鋭い爪で相手の顔をつかみ、相手を打ち負かそうと必死に戦っています。そして2頭とも山を転げ落ちてしまい、森の中で姿を消しました。オスにとっては一生の幸せを決める大事な戦いです。さらにはパンダの将来の生態系にも関わることで、パンダの恋人争奪戦はこの時期の風物詩とも言えます。以上、今日のニュース、リュウエリがお伝えしました。